ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。フラッピーが増えてしまいましたね。フラッピーのルールを聞いた時はまさかと思ったけど、元ネタがグレムリンだったらやばいよね。この3匹が暴れ出す前に何としてでも捕まえたいところですが、真っ先にキッチンへ行かれてしまいました。もう間に合わない可能性が高いですね。大丈夫？深く噛まれたわけじゃない？大丈夫。幸いなことに、ほんの少し噛まれただけ。大丈夫だよ。ハープかストライプは見つけた？見つけた。キッチンにいるんだけど鍵がかかっていて入れないの。開けるにはパズルを解かないといけない。ああ、それは良くないね。できる限り手伝うけど、パズルはあまり得意じゃないんだ。ありがとうプトノス。だけど何をすればいいかわかったと思う、心配しないで。よかった。確かヒントは東に向かって私の歌を聴いてでしたね。つまり楽譜を探せってことだね。私のという部分が気になりますが、おそらくそうですね。とりあえず、奥の目立つファイルを読もうとしたら隣の部屋の鍵が開いたよ。そしてこれが隣の部屋ですか。あ、女の人が4人いるからこの中のどれかが私なんじゃない？壁に貼り付けられたメモには青い目は楽譜を見ると書かれていますし、青い目の女性の絵を調べましょう。やった、楽譜を見つけたよ。む、何やらプトノスの様子がおかしいですね。だけど、プトノスがノブをひねってもドアが開かない。え？混乱したプトノスは力の限りもう一度ドアを引っ張る。動かない。開かないよ。え？どういうことなの？私はドアに向かい、開けようとした。確かにドアは施錠されている。低いうなり声が部屋の向こうから聞こえてきた。その声は絵から聞こえてくる。美しかった女性の顔はグロテスクなものに変わってしまった。彼女は絵から飛び出し、私に向かって這い始める。実体になって襲ってきた？パズルはちゃんと解けていたはずなのに、どうして？あ、これってもしかしてモーフィアスの時と同じ。私は無造作に絵に近づき、破壊した。絵に描かれた女性は苦痛の叫びを上げながら、空中に消えていった。一体何だったの？幽霊が宿った絵だったんだと思う。なんですって？え？キューブリスから聞いてないの？この屋敷には幽霊が出るらしいよ。聞いてない。もう疲れた。パズルを解くわよ。やっぱり幽霊だったか。ふむ、楽譜には演奏する必要はないと書かれていますね。それじゃあ、ただ楽譜を置いてみようか。ピアノが勝手に弾かれ始めた。哀愁を帯びた曲が流れる。突然、花瓶から何かが落ちた。鍵だ。私はすぐに鍵を拾った。これで入れる。さあ、小さなモンスターが大混乱を起こす前に捕まえるわよ。私とプトノスはすぐキッチンに戻った。私とプトノスがキッチンに近づくと、あることに気づいた。静かすぎる。嫌な予感がして、お腹が痛くなる。ゆっくりと鍵を鍵穴に差し込み、ドアを開けた。キッチンの状態が前より悪くなった気がする。竜巻、ハリケーン、トルネードが同時に襲来してきたみたい。あの小さなモンスターたちは冷蔵庫の中のものを全部食べてしまった。どんなに目を凝らして探しても、どこにも彼らの痕跡がない。くそ、一体どこに行ったの？あの、でんでん虫。どうしたの？多分一匹を見つけたと思う。プトノスは恐怖のあまり天井を指さした。そこには、天井に取り付けられた巨大な黒い繭があった。緑色の粘液がゆっくりと滴り落ちている。よ。夜中を過ぎて食事をするとこうなるの？なんで私に聞くの？そんなのわからない。バキ。眉が揺れると小さな亀裂が入った。眉の揺れがますます速くなるにつれて、亀裂はどんどん大きくなっていく。プトノスは恐怖に震えながら、私を抱き寄せ後ずさった。でんでん虫。眉が割れた。これは、どう説明したらいいのかさえわからない。刃のような手を持った、悪魔のような、コウモリのような姿をしている。顎が開くと、皮膚を簡単に切り裂いてしまいそうな鋭い歯が何本も並んでいるのが見える。バギーを見つけたと思う。バギーは笑いながら私に突進してきた。避けないと。やっぱり凶暴化した。幸いなことに今は一匹だけです。心苦しいですが倒すのなら今が好機。
残りの2匹も凶暴化してるだろうね。このままでは屋敷中が大損害を受けます。早く止めないと。最後の一撃でバギーは倒された。傷口から黒い粘液が吹き出し、床に落ちる。手足が1、2回ピクピクと動き、最終的に動かなくなった。なんだったの？真夜中を過ぎて何かを食べると、これが起こるんだね。少なくとも1匹は止められた。その通り、ここで落ち込んでいる場合じゃないよね。プトノスに同意しましょう。ええ、あなたの言う通りね。対処すべきモンスターが1匹減った。あとは残り2匹を見つけるだけよ。僕も手伝うよ。あまり強くないけど頑張る。ええ、手伝ってくれて心強いわ。2匹がどこにいるのかわかる？わからない。多分彼らはもっと食べ物を見つけるために別の場所に行ったのかな？ぐら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 。床が揺れてバランスを崩した。倒れそうになったけど両手で体を支える。うわ。危ない。大丈夫？今まで気づかなかったけど、プトノスの目は本当に。綺麗ね。輝くエメラルドを思い出す。でんでん虫？大丈夫？え？あ、うん、大丈夫よ。よかった。彼は私にそっと微笑みかけた。とにかく、彼らが今どこにいるのかわかったと思う。ついてきて。プトノスは私の手を握り、2匹のモンスターがいるかもしれない場所へ私を導いた。プトノスは SF ホラー映画で見るような不気味な研究室に私を導いた。こっちも完全に廃墟みたいになってる。割れたガラス瓶や多くのものが床に散乱している。天井から垂れ下がっている引き裂かれたワイヤーが時々火花を散らすこともあった。そして床には謎の液体が散らばっていた。ああ、彼らは確かにここにいたようね。マモン？マモンはどこにいるの？プトノスはマモンを見つけようと必死に周囲を見回す。突然、大きなキャビネットの一つが激しく揺れ始めた。私とプトノスはそれを見つめた。どうすればいいのかわからない。深呼吸をしてプトノスはキャビネットに近づき、震える手でドアを開けた。マモンはキャビネットからよろめき、転びそうになったけどなんとか体勢を立て直した。うふ、ありがとうな。しばらくここに閉じ込められていたんだ。変な鱗を持った生物が俺を閉じ込めたんだ。ごめん、それは僕たちのせいなんだ。え？話すと長くなるわ。火炎放射器のようなものはある？いや、だけどこいつがある。マモンは私にマチェーテを渡した。なんでマチェーテを持っているの？切るからだ。疑問に思っちゃダメよ、でんでん虫。突然、研究室の奥の方から甲高い笑い声が聞こえた。私は戦いの準備をした。私は待った。何も起こらない？突然静かになった。不気味なほどに。私は全てに嫌な予感がした。プトノスはかつて音が聞こえていた場所に数歩近づく。もしかして彼らはどこかに。ハークを見つけたようね。ハークはプトノスを抱き上げ、髪を引っ張り、悪意を持って笑っている。プトノスは痛みのあまり叫び、頬を涙が伝った。やめて、やめて、痛いよ。くそ、やめろ。マモンはもっとも近くにあったものをつかみ、私たちはプトノスを助けるために急いで駆け寄った。早くプトノスを助けないと。どうしたの？この状況下でもプトノスは変わりませんね。そういえば、今はやられ放題だね。もしかしたら何か変わるためのトリガーがあるのかもしれません。でも何がきっかけで変わるんだろう？プトノスを抑圧していたのは母親ですから母親に関連したワードかもしれません。その言葉を言わないようにしないとね。幸いなことにプトノスは大丈夫なようね。か。勝ったの？大丈夫かプトノス？だ、大丈夫だと思う。僕を救ってくれてありがとう。どういたしまして。あとは最後の一匹を見つけるだけね。研究室の奥深くにいるかもしれない。奥深く？さらに奥があるの？この研究室はどれだけ広いの？マモンは肩をすくめた。かなり広いと思う。思う？どうしてこの男が知らないの？彼が研究室を作ったんじゃないの？二人とも、話の腰を折るのは嫌いだけど、本当に重要な事態に戻るべきだと思う。ああ、そうね。奇妙で不気味ながのモンスターに。ああ、ついてこい。私とプトノスは道を先導するマモンの後ろを歩いた。
そういえば、この屋敷にも謎が多いよね。明らかにこの世の法則を無視した部屋がありましたからね。この辺りの謎もヒュブリスなら知ってるのかな？建築したのが誰かはわかりそうですね。ここまで視聴してくれてありがとう。この惨状がどういう結末を迎えるのか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。